ルクセンブルク家によるボヘミア統治。ルクセンブルク家によるボヘミア統治では、ルクセンブルク家による中央、東欧支配の中核を成した、ボヘミア王国、ボヘミア王官僚の支配について説明する。ルクセンブルク家のボヘミア国王は、1310年から1437年まで四大、続いた。チェコ市場は、単にルクセンブルク町と呼ばれる。 14世紀の中東王諸国では、在来の王家が断絶し、国外から新たな王家が迎えられた。ボヘミア王国でも、プシセミスル朝最後の王バーツラフ3世、ポーランド王位も兼ね、また一時ハンガリー王位にもついていたが1306年に男子を設けないまま暗殺され、家計が断絶した。ボヘミアの貴族、盗賊たちは新たな国王を、 ドイツ諸公から選んだが、ケルンテン公ハインリヒ6世とハプスブルク家のオーストリア公ルドルフ3世による王位継承争いの後に、ルクセンブルク家から新生ローマ皇帝ハインリヒ7世の息子ヨハンがバーツラフ3世の妹エリシュカの夫に迎えられ、ヨハンは1310年にボヘミア王ヤンとして即位した。元来、ルクセンブルク家はドイツ。 神聖ローマ帝国辺境の一諸公である、ルクセンブルクの伯爵家であり、ドイツ諸公でありながら、フランス王の風神でもあった。ハプスブルク家の勢力拡大を快く思わない、ドイツ諸公がハインリヒ七世を皇帝を選んだのは、そのためだった。事情は、ボヘミアでも同じで、貴族の権力が強く、ヤンの王権は大きく制約されていた。一方で、フランス語を話し、 フランス文化に染まったヤンにとってボヘミアは東方の辺境の地に過ぎず、当地には不熱心であった。ヤンはボヘミアを留守にし、イタリア遠征やローマ王位獲得に情熱を注いだ。その間に両目を失明して盲目王と呼ばれた。そのために多くの費用を費やしたが、その資金を徴収する時のみ、ヤンはボヘミアに滞在した。 ボヘミアのオリジナルの王冠もこの時に質に出された。当然ながら多くの負担を強いられることになった貴族や民衆の不満は鬱積した。ヤンはまた、ポーランド多い継承権を主張して、ポーランドを統一した、ブワィスワフ一世誕名やその息子カジミエシュ三世大王と、抗争を繰り広げた。ボヘミア・ポーランド間の紛争に仲裁に入ったのが、 アンジューケ出身のハンガリー王カーロイ・ローベルトである。身長一いハプスブルク家に対抗するために、ハンガリー、アンジューケイコールボヘミア、ルクセンブルクや、イコールポーランド、ヤスト家の三カ国連合の必要性を感じた、カーロイは、ヤンとカジミエ主三世の和解を圧戦した。その結果、ヤンはポーランド多い請求権を放棄する見返りに、シレジアを獲得した。これは同時に、 ルクセンブルク家のハンガリーへの拡大の道を進めるものであった。ヤンは娘婿であるフランス王大使ジャン、後のジャン二世全領王を助けるために1346年のクレシーの戦いへ失明の身にもかかわらず出征し、討ち死にした。ヤンはエリシュカとの間に生まれた長子カレルをモラビア編教伯としてボヘミア統治を任せた。カレルは元は バーツラフという名であったが、育ての親であるフランスのシャルル四世、長身王にちなんで、シャルル、チェコ五名でカレルという名に変えた。フランスの洗練された宮廷文化に染まったカレルは、フランス語をはじめとする複数語を駆使する教養人として、プラハに戻った。カレルは1346年に、ビッテルスバッフ派家の神聖ローマ皇帝ルートビヒ四世の対立王として、 ローマ王に擁立され、その後まもなく戦死した不王に代わって、ボヘミア王をカレル一世として即位した。翌1347年にはルートィヒ四世の死去に伴い、晴れて単独の皇帝がある四世として即位した。カレル一世は、祖父や父、さらには歴代皇帝とは違って、イタリアへの介入は行わず、ボヘミアの発展に心血を注いだ。 最初に言ったのが、1344年に、プラハ市教座を大司教座に昇格させたことである。元来、プラハ市教は、マインツ大司教の管轄下に置かれていたが、大司教への昇格の結果、独立を果たした。これに伴い、聖ビート大聖堂の改築が行われ、カレル一世が慣れ親しんだ、フランス風のゴシック様式の建物に生まれ変わった。 セイビート大聖堂の改築と共に行われたのが、プラハの大改装である。1348年に、その布告が発表され、新市街が次々と築かれた。その代表的な建築物が、ベーターパーパラによって設計されたカレル橋である。同年には、中央発の総合大学である、プラハ大学、現在のプラハカレル大学が設立された。カレル一世は、 プラハの街を整備するばかりではなく、ボヘミアの地位も向上させた。プラハ改築の布告を出すのと同時に議会を召集し、14通の証書を出したが、その中の一つに、ボヘミア王国は、ドイツ王国の中で高貴な部分と記されたのである。カレル一世はまた、室に出されたオリジナルの王冠に代わる、新たな王冠を作らせ、セ備ビート大聖堂のセイバーツラフの遺物を収めた。 これが世に言う、セイバーツラフの王冠であり、カレル一世はその王冠の下で、ボヘミア、モラビア、シレジア、ラウジッツが統合されると証書に定めた。この、セイバーツラフの王冠処方、ボヘミア王冠領という理念は、後のボヘミア王にも引き継がれ、現代のチェコの国章にも記されている。そして1356年に交付された、金印直書により、 ボヘミア王は神聖ローマ皇帝を選出する七人の選定皇の一人という地位を獲得した。ボヘミア重視のカレル一世の政策に周辺諸国はカレルはボヘミアにブドウやイチジクを植えていると揶揄し非難したが現代のチェコではプラハの父と褒めたたえている。カレル一世は他方ではアビニョン補修を終わらせローマ教皇のローマへの帰還にも努めてもいる。しかし これは、結果的に教会大分裂を招いた。1378年に、カレル一世が死去すると、息子、ベンツェル、バーツラフ四世が、ボヘミア王位を継承し、ローマ王にも選出されたが、バーツラフ四世は、父ほど優れた人物ではなかった。後に、大イ王もしくはその酒癖のひどさから、酔っ払い王と酷評されたように、 バーツラフ四世のドイツ支配は実施極まりなかった。そのため、1400年に王位を追われ、プファルツ選定校ループレヒトが、ローマ王位に就いた。ボヘミア統治も、失勢続きで、貴族や聖職者との構造を招いた。統治者としては失格だった、バーツラフ四世だったが、ボヘミアの民衆からの評判は良かった。祖父や父と違って、プラハで育った。 バーツラフ四世は、父の事業を受け継ぎ、プラハの文化振興に力を注いだからである。バーツラフ四世のイボイモトアンナは1382年に、イングランド王リチャード二世と結婚したが、この結婚は、チェコの歴史に、重大な影響を与えることになった。当時のイングランドでは、教会の堕落を非難するウィークリフの教えが盛んであり、それがボヘミアにも浸透したからである。 プラハの司教は大司教に昇格したことで権力が増したが、これは同時に、教会の腐敗、堕落にもつながっていた。ウィクリフの影響を最も強く受けたのが、プラハ大学の総長ヤンフスであった。フスは、教会の改革を唱え、また、聖書のチェコ語訳や説教を行ったので、その教えは、急速に民衆の間に広まり、教団を形成していった。 これをフス派と呼ぶ。バーツラフ四世も当初はフスを支援していた。しかし、その教えが過激なために見放し、フスは破門される。バーツラフ四世の異母帝、アンナの同母帝ジギスムントは、祖父と同様にして、女王、マーリアとの結婚により、ハンガリー王位につき、またループレヒトの死後に、ローマ王に選出されていた、皇帝官は1433年。 そのジギスムントの提唱により、1414 14年にコンスタンツ公会議が開催された。その目的は、教会大分裂を収束させることにあったが、同時にフス派の扱いについても、議論の対象となった。結果、フスは異端とされ、翌1415年にフスは家計に処せられた。フスの処刑に、プラ派の民衆は激怒し、1419年に、 プラハ総外党的事件が起こる。その方を聞いた、バーツラフ四世はショックで急死した。バーツラフ四世に死死がなかったため、ボヘミア王位は、ジギスムント、ジクムントに渡ったが、フス派、特に急進派、ターボル派はこれを拒絶し、徹底抗戦の構えを見せた。これに対して、ジクムントも十字軍を派遣し、フス戦争と呼ばれる内乱となった。 ジクムントの繰り出す十字軍は、旧神派の首領、ヤンジュシカの新戦術の前にことごとく退し、逆に旧神派の侵略を許してしまう。戦争は16年間続いたが、クス派の内部抗争の結果、ジクムントは最終的に勝利を収め、1436年に、名実と共に、ボヘミア王となった。しかし、翌年に男子を残すことなく死去し、ルクセンブルク家による、 ボヘミア統治は終焉を迎えた。ルクセンブルク家が去った後のボヘミアに残されたのは民族意識の芽生え、すなわちチェコ人意識の覚醒であった。これが200年後の三十年戦争につながることになる。現代チェコ人のルクセンブルク家に対する評価は複雑である。ヤンへの評価はかんばしくなく、対照的にカレル一世は祖国の父と高い評価を与えられている。 バーツラフ4世にも、好意的な評価が多い。最も評価が低いのは、ジクムントである。ジクムントはフスを処刑し、十字軍を派遣するなど、チェコ人の徹底的な弾圧を行ったからに、他ならない。しかし、ジクムントの荒烈な迫害があったからこそ、チェコ人としての意識が形成されたという側面もある。いずれにせよ、ルクセンブルク家の下で、 チェコ人の民族意識が生まれたのは確かである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。